日ハム、借金生活開始。日本ハムが本拠地で2位、ロッテに連敗。4月15日以来、80日ぶりに借金生活に突入した。明日の NHK 特番、ファイターズ強さの秘密に迫る、仮、が楽しみ。ファイターズ進化と課題に迫る、に急遽解題。西武に追いつかれるで。水野が復帰する8月までに借金がなかったらまだ A クラスは狙える。相手11安打で、こっちが5安打これじゃ勝ち目ないわ。オールスター独占楽しみだね笑い。弱い。オールスターほんときつい何もスターじゃない。ついに5位と 1.5 差まで来たか。明日の番組はタイトル変更できても収録したナレーションはそのままなのかな。ここまで快進撃を続けるファイターズは、とかナレーション入りそう。つーかもう息切れしてるね。失速しすぎでしょこれ。去年も7月から8月の時期に13連敗してるしね。神谷水谷水野の新要素で勝ってきたからこの3人冷えたら去年と同じだわ。貯金9からまさかの借金1か。投手コーチすらコロコロして入れ替えてるから完全にブルペン崩壊してしまった。全然心機一転になってないのよ。どんだ空気引きずってるやん。ここ4年で2、3回のロッテとうちではやっぱり違うな。ここぞの場面の強さとか勝ち方を知ってるチームだわ。